はい、始まりました信長の野望創造実況、黒田官兵衛編ですね。今回は、前回というか、織田信長で進めたんですが、ちょっと無理やったんで、今回から黒田官兵衛をどうにかやっていきたいと思います。やっていく時代は黒田官兵衛が出始めの桶狭間の戦いシナリオですね。そして黒田官兵衛はこの辺にいるんですが、これ赤松家の家来になってるんで、黒田官兵衛をプレイしたいんですが、とりあえず赤松からスタートします。出会って黒田官兵衛に城主っていうか当主を移すかっていうのはちょっとまた考えていかないとダメなんですが、そして難易度なんですが、これもちょっと織田信長編で上級でやったらあんまりにも敵が強すぎてもう勝てないと、今川にぐちゃぐちゃにされて終わるだけということなんで、とりあえず今回は中級ですね。中級、まあ普通ですね。敵も味方もどっこいどっこいみたいな感じ、これで進めていきたいと思います。登録武将登場しないと。で、戦国伝は発生、歴史イベントも発生、寿命はまあ史実通りにして一時にはあり、各姫武将これどうしようかな、なしでいいか。架空の姫とか出されてもな、各姫、武将名通称、姫武将モードなし、武将姫武将にくらいはありにしてもいい。まあ、なしでいっか。なしで、これで決定。よし、いきます。決定、中級やからいけるやろ。さて、どうなるんやろ。織田信長の時、めっためたされたからな。お。よし。表情を始めましょう。あ、黒田官兵衛、いい日もしかして。ちょっと見てみよう。配属、武将呼び寄せる、赤松官兵衛、いい日な。どうしようかな、官兵衛まだいい日のか。この時何歳やろ。まあ後々出てくるやろ官兵衛、この時代からやっといたら。追放、参考、まあ、こんだけしか武将いい日のか。織田家とはえらい違いな。軍団情報、戦国で一覧、ちょっと武将見てみよう。黒田37歳、官兵衛何歳なんやろ。わずかな不満に抱いてよ。これ黒田官兵衛のお父さんとおじいさんやな。これこいつら浪人中ってことなのかな。よし、まあそのうち官兵衛も出てくるやろう。父親が37歳っていうことはもうあと 2,3 年してったら、まあ25歳で子供産んだら15歳になるのが40やから、まあ出てくるやろう。それまでにちょっと開発やら何やらして官兵衛出てくるまで国を大きくしとこう。よし、開発したら終わんな。ここ築城も何もできんねんな。終了や。
部署移動させておいた方がいいかな。室津町、姫路城、名城やな、姫路城。わあ、見てしまされた。セビンテ。お、織田信長のヨーク、2万を超える駿河から陸に領領するのが指定するものの意見が分かり、軍議が紛糾、高まる絶望の中、当主信長だけ静かに攻め込みを見据えていた。人間50年。これいいな。お、清洲城下出陣、豪雨に乗じて吉本を倒したと。無事は即絶大敗走。大衆天下にとる乱世大きく躍進。すごい。よーし。お、今が吉本がやっぱり落ちたと。ほう。三河を取り戻すべく岡崎城で独立した。お、吉本を信用より今川家の支配体制を早くも崩壊し始めた。あらららら、あれ、こっちも何か起こった。ん、お、民が増えれば兵が増えて声も増えるから、民を増やせっていうことか。人は石垣発生。はい、戦国で人口2万以上にする。どうしたんやろ。ご命令を。先月の収支です。総収入が報告いたす。クソやな。とりあえず開発進めるしかないんかな。商業ひたすら開発を進めて。この時代は鉄砲も入ってねえな。この辺攻めたいけど。表情を始めましょう。先月の収支です。築城する余裕もないんかな。この辺は取引、とりあえず御用を受けたまわります。おっと、建て替え回収杖、まず建設しとくか。ここはどうしようかな。金銭がある。建設いいし、ここの商業地域ここだけしか触れへんのか。ここは農業に適した。あとは農業に適したって土地にする。庄屋でもやっとくか。もう開発もできんか。あ、できんな。商業をちょっと増やすと。回らへんな手が。ちょっとやっぱ黒岳から家臣を引き入れようか。移動させて。また何か起こった。お、浅井。お、長政、浅井長政やな。
こっちも早く黒田が、官兵衛が出てきてもらわへんかった。官兵衛が出てきたら、自分の持ってる姫をとりあえず作っといて、その姫と結婚させて一門に入れて、で後を継がせるという、そういう作戦。うまくいくんかな。ここか、ここか。クジン衆も少ないな。ひたすら開発しとくべきか。ここはあれ、あ、外交、まあ開発してるから、両先お着場から強そうなやつ、コデラとクデラ、コデラとクロダ、この二人しか、しゃあないな。強い武将がいい日な、やっぱ。官兵衛出てこないどうしようもないな。こっちにも大した武将いいな。なんていう。よし、終了や。ひたすら時代を送って、とにかく官兵衛の登場を待つしかないか。よし、建設が完了した。ご命令を先月の終始です。報告いたす。農業。じゃあ商業。こっちは。よし、農業、よし、終了や。ガンガン進めよう。同盟、毛利が三好と同盟。やばいな、毛利がでかくなんだこれ。この時代くらいから毛利でかないからな。もうガンガン開発して進めたいか。商業、整備とかもしたいんやけどな、その余裕もないな。ご命令を、城が小さい。終始です。報告いたす。整備細いな道。とりあえずここ4にして、副業中風呂だ。10月か。米が安い。今はダメだ。規制日、労力さんを使って整備や。よし、終了。あ、開発しとけばよかったな。よし、表情を始めましょう。先月の終始です。報告いたす。築城できる地域ないんかな。ここを棒にして、とりあえず城の周りを整えとくと。移動も早くなるからな、いざという時に。3000兵が1300の3000の1300、しょぼいな。ご命令を先月の終始です。報告いたす。取引したら米売れるか。ご用を受
まだや。もうちょっと上がるはずや。ガンガン整備していくわ。よし。ここちょっと広げて。よし、開発して。農業。何も起こらへんな。こっちの方は全部別所やから同盟やねんな。ご命令を先月の終始です。報告いたす。っていうことは攻めるときは西に攻めなあかんのか。あ、従属してんのか。いつだ。お、なんか仲間になりそうなやつ一匹いるぞ。浮田直家。めっちゃ強い。こいつちょっと、怪獣してもいいけど、その前に、でも浮田やばいねんな、確か。すごい、すごい怖いやつやねんな。整備や。とにかく整備しとけ。こう4にして。ここも、棒にしといて。終了と。お、なんか怒ってる。目をつけたのが、あ、大家。おお。お一の方が。おお。あざに嫁いだか。よし、今回ここまでにしとこうか。次回も開発どんどん進めていこうか。表情を始めましょう。先月の終始です。報告いたす。全然勘弁出てこへんけど、まあひたすら開発するだけやな、これは。よし、今回はこれにて終了。次回も黒田勘弁出てくるまでちょっと頑張りたいと思います。以上、終わります。